はい、今日は久しぶりに N1 でドライブしてみようと思うんですけど、以前から教えていただいてた、仙台の新名物ということで話題になってる、あんこ屋っていうお店のどら焼きですね。今日はそれを買いに行ってみようかなと思います。で、あんこ屋というお店なんですが、仙台に4店舗だったかな、あるんですね。今日はそのうちの泉店の方にちょっと行ってみようかなと思います。でネットの方で見るとなんか午前中で売り切れることもあるってことなので、まあとりあえずちょっと行ってみます。ではちょっと行ってみようと思います。寺岡とか紫山のあたりですね。ここまあこの道をひたすらまっすぐ行ったら泉店があるんですけど、交差点のすぐそばみたいなので、まあ、見つけやすいと思うんですけどね。まあ、仙台の新名物っていうことで結構話題になってたみたいなんですけど、僕は全然分からなかったですね。今まで教えてもらって初めて分かったという感じで、写真見たら本当に美味しそうなんで、今日はようやく買いに行けます。今はねお昼過ぎたとこなんですけど、まあ、今日はね予約してないんですけれども、どうでしょうね。完売してなかったらいいんですけどね。まあ、午前中で完売することもあるってことなので、ちょっとその辺が不安なんですが。まあ、ここ今山崩してますね。ここにまた住宅が建つんでしょうね。でまあ、ここの通りはあと春になるとすごい桜が綺麗なスポットです。ここはずっと桜が咲くんで結構綺麗なんですけどね。まあ、もうちょっとまっすぐ行ったらすぐだと思います。次の信号を越えて2つ目の信号のあたりかなと思うんですけどね。で、まあ、今日はね泉店を選んで向かってるんですけど、まあ、仙台の駅前店とあと仙台のまあちょっと住宅地の方になるんですね。保春院前町とかっていう地区のところにももう1店舗で、あとは大学病院のすぐ前ですね。ちょうどね渋滞するところ混むところにお店があるんで結構行きづらいところが多いんですけれども、まあ今日は一番車で行きやすそうな泉店を選んでます。本当にあの先ほどの泉プレミアムアウトレットのところからすぐですね。本当に10分もかからずに来れますので、まあ中山の方に向かってひたすらまっすぐ行ったら
なりにまっすぐ行ったらお店が見えてくるかと思います。まあ、お店自体はねそんな大きくないと思うんですけど、まあ、次の信号のすぐそばなので分かりやすいかなと思うんですけどね。僕もね今までここ何回も通ってるんですけどね、全然気づかなかったですね。全然見ないで走ってるんだなと思うんですけど、なんかまだまだありそうですね、自分の知らないお店ってね。ここでした。完売って書いてないんで売ってると思います、おそらく。いやようやく買えますね、ようやく買うことができそうです。じゃあちょっと、買ってきますね。はい、無事買うことができました。あんこ屋のどら焼きですね。ちょっと中身開けてみようと思います。まあ、あまり日持ちがしないということですね。今日買ったら次の日までに食べてくださいということで、あまり保存は効かないですね。まあ、写真の通りこんなに分厚いどら焼きです。で、まあ、4つぐらいちょっと買ってみたんですけど、抹茶ドラとかモカドラ焼きとか、まあ、あとは普通の、あんことバターが入ったバタードラ焼きとかですね。で、まあ、よく午前中で完売するっていうことだったので、今日もちょっと行くとき心配だったんですけど、予約とか全然しないで行ったんで、もしかしたら完売かなと思って行ったんですけど、結構残ってましたね。まあ、他の店舗はどうでしょう、仙台駅前とかそっちの方はちょっとわからないですけれども、泉店に関しては全然まだまだ余裕がありました。では早速ちょっと食べてみようと思うんですけど、抹茶どら焼きから行ってみますね。まあ今日は車の中なので、当然ちょっとナイフとかは持ってきてないので綺麗に切れないかなと思うんですけど、ちょっと手でちぎってみます、どんな感じか。はい、断面はこんな感じですね。もうすごいぎっしり入ってます。まあ、これが中のババロアですよね、ムースみたいなやつ。これは絶対間違いないと思います。ちょっと食べてみようと思います。ああ、もうすごい抹茶ですね。これはもう本当に抹茶飲んでるみたいなぐらい、口の中いっぱいに抹茶っていう感じで、香りも本当にお茶の香りして、で、このあんことの相性抜群っていう感じです。で、この抹茶がババロアっていうことで、生クリームとかとは違うんですよね。抹茶のクリームとはちょっと違って、あんまりこってりしてないのがいいですね。なんかさっぱりしてる感じで。こう全然クリームの油っぽさみたいなのがないので、すごい食べやすいですね。まあ普通の定番のあんこだけのどら焼きも売ってたんですけど、まあ今日はそれはちょっと買ってなくて、まあ次に定番って言えるのがこのバタードラ焼きですね。これはもうお店入ってすぐ正面にいっぱい置いてあったんですけど、ちょっとこれ食べてみますね。まあ、さっきの抹茶どら焼きよりは少しちょっとこってりしてるような感じのどら焼きかなと思います。結構濃厚な味が好きな方はこっちがいいんじゃないですかね。まあ、こっちも同じようにちょっと割ってみます。すごい中身がとにかくもう本当にぎっしり入ってるんで、いやこれはすごいですね。安いですね。あとこれ1個100、まあ、200円しなかったんで本当安いです。ではこちらもちょっといただいてみたいと思います。あ、これはね食べた瞬間本当にバターっていう感じで、バターのちょっとこう塩気が少し効いてて、でクリームはすごい柔らかいですね。ホイップクリームっていう感じのクリームです。
甘さと塩気がこうすごいバランスよくて、これも美味しいです。はい、ということで、あんこ屋のどら焼きちょっと試食してみましたけれども、まあ、味はねどら焼きではあるんですけど、今まで食べたどら焼きとは全く違って、まあ、生地がちょっと薄めでもちもちっとしてる感じで、すごいたっぷり入ってるんですけど全くくどくなくて、まあこれは本当売れる理由がわかりますね。ただやっぱりどうしても中にクリームとか入ってるんで、まあ普通のどら焼きみたいに日持ちがしないですよね。まあ今日買ったら次の日まで食べてくださいっていうような感じなので、まあお土産で渡すんだったら、まああんまりいっぱい買っちゃうと食べきれなくなりそうですよね。まあ軽くお土産として渡すならこういう袋にも入れてくれるので、まあ、2、3個ぐらい買って誰かお土産とか持ってくのもいいんじゃないかなと思います。まあ、仙台の新名物ってことで、2年くらい前からなんですかね、すごく話題になってますけれども、まあ、今まで食べてきたどら焼きとは全く違う感じのどら焼きなので、もし機会がありましたら一度食べてみてはいかがでしょうか。それではまた次回も動画アップしていきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。